シンガポールがどこにあるかというと、タイの南、マレーシアのマレー半島の南端に位置しています。ほぼ赤道直下に位置する国となっております。面積は小さく、東京の23区よりちょっと大きいぐらいというふうに言われています。東南アジアのハブ空港と言われており、乗り継ぎにもとても便利な空港です。東南アジアに行く際などに経由地として利用し、乗り継ぎ時間をちょっと長めにとってシンガポールを半日観光するのもいいんじゃないかなと思います。今回シンガポール滞在約12時間完全キャッシュレスで過ごしました。クレジットカードなど普及しているというふうに聞いていたので、シンガポールドルに両替はせず、現金は持ち歩きませんでした。地下鉄もクレジットカードのタッチ決済でスムーズに乗れましたし、ローカルのバスもタッチ決済で乗れました。タクシーもクレジットカードの決済 OK でした。不安だったので日本にいる時に事前にクラブを登録しておきました。両替もせずに1日楽しめたので、トランジット観光、短時間の旅行にもすごく適してますよね。なのでこれからシンガポール行く方の何か少しでも参考になれば幸いです。ザ・フラートンホテルシンガポールは、シンガポールがイギリスの植民地だった頃に建てられ、中央郵便局としても使われていた歴史的建造物だそうです。マリーナベイサンズの対岸に位置し、立地も最高ですよね。このホテルではマリーナベイサンズを見ながらアフタヌーンティーを楽しめるそうで、ギリギリまで予約するか迷っていました。シンガポールに来たら一度は泊まってみたいホテルの候補ですよね。Saying goodbye to the wrong ones. I get better at moving on every time. Always love me so much more after I'm long gone. But history is the furthest thing from my mind. Doing my thing, working on me. Only got eyes for diamonds. Yeah, yeah, I'm vibing. Lost what you had, you want it back, but I'm just fine. Yeah, sorry, I'm not crying. I'd rather be with nobody. There was somebody. Put
手に乗せてみます。こんな感じ。シンガポールのマーライオンは世界三大がっかりに含まれているそうなんです。私はそんなに大きいのを想像していなかったので、初めて見た時もそこまでがっかりしませんでした。皆さんはいかがでしたか？現金を持っていないのでポーカーに行くのを諦めていたのですが、ネット情報で一部クレジットカードも使えるポーカーがあるというレビューを見て、そのポーカーに行くことにしました。でもこの判断をしたことによってですね、この後私道に迷いまして、かなりの時間を消耗してしまいました。自分好みのお洋服を見つけて、あ、かわいいとか思いながらウィンドショッピングしたり、でもね、この歩いてる最中自分がどこにいるかよく分かってないんですよ。怖いですよね。で、とりあえず見つけたセブンに入ってみたり、よくわからないショッピングモールに来ました。しました。なんか適当に歩いてたらたまたま目の前にあったので入ってみることにしました。シンガポールといえばラッフルズかマリナベサンズっていう感じで、それぐらい有名なホテルです。まあ、1泊18万かかるそうなので、ランチとかアフタヌーンティーでもいいかな。
スのマリーナベイサンズのフードコートに到着しました。ここはお店がたくさんあって何かしら食べたいものが見つかるんじゃないかなと思います。店舗によっては24時間空いてるお店もあるそうなので、マリーナベイサンズに泊まっている方はもちろん、近くに寄った際にちょっと食べたいっていう時もね、割とリーズナブルですし、おすすめです。で、私は食べたいものが決まっていたので、早速注文しました。シンガポールといえばチキンライスです。鶏がね、プルプルで美味しかったです。でもね、前食べた本格的なチキンライスに比べるとちょっと物足りなさがありました。お時間ある方は専門店とかポーカーとか行ってみるといいかなと思います。はい、ついでにお隣のスタバに寄ってみます。セフォラにやってきました。日本では買えないブランドが揃えてあるので見てるだけでも楽しいです。リアーナのブランドとかセレーナ・ゴメスのブランドもあります。TWG のカフェに来ました。これはもうやりたいことリストに入っていて、前回シンガポール来た時からここに入りたかったので来れてよかったです。この日は平日でしたが 2,30 分待ちました。シンガポール初の高級紅茶専門店なので、たくさんの種類の紅茶が用意してあります。なかなか決められないだろうなと思ったので、並んでいる間にいろいろレビューを検索して自分好みの紅茶を選びました。あとはアフタヌーンティーにするかとかメニューもいろいろ悩んだんですが、今回は時間がなかったのでアラカルトでスイーツを頼みました。スイーツはマカロンやチョコレートもありましたし、ケーキも種類がありました。
見た目もおしゃれで味も美味しかったです。紅茶にとてもぴったりでした。ケーキもたくさんあってすごい悩んじゃったんですよね。でも見た目も美しくて、もうどれにしようって悩んでたら、店員さんが一つ一つこれはこういう味でって教えてくださいました。本当に優しくて親切でこちらに決めました。私のウィッシュリストが一つ叶って大満足なひとときでした。ちょこっとマリナベイサンズをお散歩して出発したいと思います。今回の旅行では時間がなくてあまり観光名所を回れなかったんですが、アラブストリートだったりリトルインディア、カトン地区など見どころがいっぱいあります。前回来た時にたくさん回ったので、特に女子旅でここは絶対おすすめだよっていうスポットを別の動画でまとめたいなと思っています。今回は数時間でできること最低限に絞ったので、これはこれで満足でした。この画像は誰でも無料で見れる公式ブックなので検索してみてください。空港に到着しました。今ここ撮影しているのはターミナル4なんですけど、私が到着した時はターミナル1にいたんですね。で、大きい荷物をターミナル1の方に預けていて、なのでそれを荷物を取りに行ってからこっちに移動してきました。で、そのターミナル1のところにある荷物を預けるサービスをしているところ、その近くにチェックインできるカウンターがあったんですね。エクスプレスチェックインみたいな。で、そこがすごく空いていたので、
そこで事前にチェックインしちゃいました。この旅は私リュック一つで旅行してたのですが、その事前チェックインカウンターは荷物のチェックなどが緩くって全然ね重さとか測られなかったので、バックパッカーにはおすすめできるのかなと思いました。もちろん対応してくれた方にもよると思いますけどね。はい、というわけで空港内も少し散策してみようかなと思います。チャンギ国際空港すごく広くて、すごくお店も充実しているので、乗り換え時間が3時間とかで、短時間だったら空港の中だけで過ごすのでもすごく楽しめるなと思いました。シンガポール発の有名なブランドは大体入ってましたし、シンガポール来たら絶対寄りたいなって思うようなお店は網羅してあるような感じだったので、本当に短時間トランジットだったら空港だけでも十分シンガポールを味わえると思います。私は今回約12時間の乗り継ぎ時間で半日観光したんですけど、行きも帰りも LCC だったので、いろいろトラブルがあるかもしれないなっていうことを想定して結構余裕を持って行動しました。まあ、到着してから荷物受け取りだとか、あと出国の手続きだとか意外と難しいかなと思ったので、1時間ぐらい見て、あと朝だったのでお化粧したりとか身支度整えるので1時間とって、で帰りも2時間前に空港入った方がいいよって言われてると思うんですが、私は3時間前に入るようにしていました。朝と夕方で2時間と3時間計5時間は余裕を持ってで行動するっていうことで、実質12時間乗り換えでも外で自由に活動できたのは8時間という感じでした。なんだこれ、これはカトン地区っぽくしてるのかな。シンガポールらしさがあっていいですね。5年前来た時あったかな、こんなの。何？遊具かな。
待って、これ滑り台とかスライダーかな。すごい。はい、今回のシンガポールトランジット観光いかがでしたでしょうか。今後もね、海外旅行の動画 Vlog 上げていきますので、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。